山川穂高さん、明日 FA 期限にもかかわらず未だにノーコメント。 FA 申請期限が迫る西武山川穂高について何も言えない。松井一夫監督が所沢キャンプ合流。キャンプは19日まで。投手陣と一部野手が参加している所沢キャンプでも早速山野辺に走り方について指導。ダッシュ走を繰り返す投手陣に熱い視線を送った。フィジカル面などの課題があると思う。そこに対して取り組んでくれればと願った。フリーエージェントの申請期限が14日に迫る中、態度を表明していない山川穂高内野手については本人が何も言っていないので僕の口からは何も言えないですとだけ語った。そらギリギリまで悩んだほどの方が印象ええやん。他球団からオファー来てんならさっさと宣言すればええのにな。ギリギリまで悩みましたみたいな姿勢を見せたいのか。残留だったら西武で出れるんか。山崎だけはさすがにつまらんぞ。横浜で待ってるで。西武は追い出す前提の現行3年オファーだろうけど、ほぼ1年実戦がない32歳にどこまで複数年出すんやろな。さすがに明日宣言したらゴミすぎるやろ。このまま残留あるな。残ったら来年試合出れるの。球団から無期限の出場停止じゃなかった。もしかして西武はなあなあで済ます気かな。言うて残留して出れるんか。やっぱり不祥事に寛容な中日しかダメなのかな。ソフトバンクまさかの大補強失敗か。西川も態度保留のままだし、今年どの選手も動き鈍いわ。山川と中田のチキンレースやお互いに出方を伺ってる。誰もがソフトバンク入りを期待してるのに何をぐずってるんや。残留しても西武ファンはしらけるやろ。なんだかんだ手あげる球団なかったんかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。